明けおめです。新年明けましておめでとうございます。おめでとうでいいのかね、コロナで。まあ、無事に新年迎えられてるはずですから。そうだね、はい、そういうことだ、はい、みんなで頑張っていきよう、はい、まずはここの人はいないでしょ。これいい人だったのにね。ほんとなんかいい人だったのに。マーヤ、マーヤじゃないです。まずオリドさんです。あ、はい、マーサはいないの。オリドさんいないからマーサもいないですよね。あ、マーサじゃない、マーヤもいないですよね。マーヤもね。、はい、いないですよね。なるほどね、はい、釣られてしまいました、はい、で新年の企画としてはこれ。そうですね、まず一発目はこちらになりますね。1年あればいいじゃん。RZ ハイパフォーマンスっていう方と、うん、R シートっていう、まずベースグレードが割と装備の多いいいやつとゴージャス、はいはい、と、どうせいじくり倒すんでしょとか競技ベース でどうぞっていう安い方とあって、方向性の違う2台が今回用意されております。それは軽い方が早いでしょう。まあ、そうなんですけど、でも一般の方がヤリスを買うときにやっぱりもう花からメーカー の出てくるときにいろいろもうフル装備の方がまず面倒くさくなかったり楽だねとか、そのハイグレードじゃないと手にできなかったりっていうものがあるので、その方向と、ベースグレード競技者ベースみたいな方とで、まあ、乗ってみようじゃないかと。ヤリスだからやりすぎてんでしょ。やっぱり言いますよね、これ。やりすぎてんだよね、まだやりすぎてないです。やりすぎてない。まだやりすぎてない。これから。これから、はい。この後乗ってからの、まあ、評価になりますけど、まあかなり今このヤリスはすごいっぽいんですよ。ほう、どうやらヤリスはすごい。すごいっぽいんですよ。ほう、なるほど、ね。そこら辺をですね、今日確かめてみたいと思います。どうやらヤリスはすごい。行ってみましょう。次世代ホットハッチ GR ヤリスの実力をチェックだ。オートクラフトライトチューニング仕様。ヒルクライムの時の足回りそのまま一遍持ってこようかということで持ってきてテストしたんですけれども、レートがあまりにも足りないということで、大幅に、今回スプリングレートの方を変更してきて、その他に、一つ今回まあ間に合わせたのがトラクションロッドの方を作ってきて調整できるように、変更してきました。 RZ のハイパフォーマンスなんで、まあ、一番ユーザーに近い状態での車のセットアップで、オーナーさんの一つの指標になればなというふうに考えてます。舞台は筑波コース2000。さあヤリスチューニング行ってみたいと思いますね。オートクラフト GR ヤリスです。これまあ一般的な皆さんがお買い上げするヤリスですね、まあフルバージョンといいますか、みんなついてるバージョンですね。これをインプレッション行ってきます。これはね、兵庫県の八高原で乗った車ですね。オートクラフト GR ヤリスは乗りやすかったですよ。すごいよね、3気筒でこれだもん。よく曲がる。DK インプレッション。よく曲がるよ。オートクラフトは京都にあるため、筑波はアウェーなステージ。前回八高原で高評価だった足は固めてきたというが、どうか。硬いかな。しかしライトチューンで1分3秒台は立派。ちょい硬いわ、ちょい跳ねすぎ。まあベースがやっぱりね、すげえこう GR ヤリスして乗りやすいから、乗りやすくて速くてちびっこギャングでっていうね、それをこうライトチューニングしてる車なんですけども、
八高原で乗った時の方がもうちょっと優しかったかな。ちょっととんがってきてる、サーキット用にバネを変えてるみたいなんだけど、硬すぎてちょっと跳ね返されちゃってるところがあるかな。まあテスト用で入れただけのバネだからね、何とも言えないんだけど、ここから熟成されていくんじゃないですか。ノブインプレッション。今はねスポーツモードなので、フロント30リア70っていう仕様ですね。このステアリングがいいじゃん、なんかフェラーリみたいで。なんかフロントの音があんまないな、これどういうことだ。ものすごいハンドルいっぱい切んなきゃいけないな。よいしょ。あ、でもノーズはよく入るね。ノーズがよく入った、今のコーナーだけ。他のところは入らないのに、ここ入らない。すごい打角ばっかり増える。打角が増えるのはバネを硬くした影響か。おお、どうどうどう、なんかなんか面白くないな、これ。ちょっとモード変えてみよう。次はね、トラック、トラックモードはね、50対50です。ノブには走行モードの比較を行っていただきました。こっちの方がいいかな、やっぱり。さっきまでのちょっと変なハンドリングが落ち着きました。結果、タイヤの垂れもあるので一概には言えないが、タイムにはトラックとノーマルでは差があまり出なかった。おしょ、トラックモードの方がハンドル切ってる方へノーズが向いてくれたり、あとね、アクセルを上げてもそっち引っ張っててくれますね。フロントをいっぱい利かせた方がこの車としては乗りやすそうで安定しますね。ただこの車は東洋のこのタイヤがね、あんまりそんな周回いっぱい重ねるとタイヤがへこたれてる気がします。 88R のドリフトなんですよ、うん、だからもう本当美味しいところっていうのが多分土屋さん使った後なんで、タグさん乗った時にはもう美味しいところが過ぎたと思ってます、だそうです。レボリューション、ライトチューニング仕様。D2 製の、スープラの、弊社で販売しているサスペンションをベースに、ヤリスに取り付くように、ちょっとまだワンオフなんですけども、サスペンションをつけてきたのと、GR で売ってるその LSD ですね、それがフロントドリアの標準品が今入ってます。それとタイヤホイールですね。はい、で今回は 71RS と、RE12D のタイプ A 265358両方試乗してタイムアタックして両方走りたいと思います。はい、1、2週間前に0秒89、その辺で 71RS では走れたので、今日は 12D のタイプ A を使いますので、1秒ぐらい削って59秒台に入れられたらと思います。さあ続いては、まあとんでもないどんがらでもないんだけどもね、レボの GR ヤリス、これは速そうです。競技者専用販売、何にもついてないどんがらバージョンです。行ってみます。 DK インプレッション。
り速い。これはしなやかないい足だぞ。車重は1180キロと86より軽いのに300馬力を発生。このスペックはやっぱり魅力的だ。2秒5。速い。いや立派立派、レボリューションね。86もそうだけどいい車作るよね。パワーの出方、トルクの出方、その GR ヤリスのベースをそのまんまこうレベルアップしてる車だね。足もしなやかだし、割とこう接地感いいよ。これはなかなかいいです。今後が楽しみだね。86みたいになってくのかね。これはすごいわ。きついアンダーは出ない。乗りやすいし足もしなやかだし、さすがレボリューションかなっていう感じはします。うん、大したもんだよ。ありがとうございます。しょっぱなでこれができるってね、これは大したもんですよ。本当にあの GR ヤリスのベースをそのままレベルアップしてる GR ヤリスです。1作目の足なんで、これまた試作品なんで、これをだから、まあ、市販用にちょっともう一回落とし込んで、ちょっと修正してもうちょっと乗りやすく街乗りできるようにしたいと思います。サーキット走るんだったらリアウィング走欲しい。これね、とんでもなく最終コーナー早いんだよ。だけど最後クリップ過ぎたあたりでケツが出ちゃうから、リアウィングあればもっと速いよ、この車。かわいい、かわいいのはちょっとつけたんですけど、これなんかあのただのちょびひげだよこれ。いや、これついてるからいけるかなと思ったんだけど、最終コーナー4で入ってって、あ、いけるなと思ったらスーッとケツが最後出るから、だからリアウィングあったら、まあ、サーキット用にね、サーキット用につけてもいいんじゃないかなっていう感じ。楽しさもじゃあ味わえそうな感じですか。いや楽しいよ。多分これリアもトーアウトついてるのかな。ステアリング切った時にスーッと頭が入る、頭が入るっていうか後ろが動いてくれて、違和感なくクリップまでいけるから、だからそこがねすごい気持ちいい。その通りです。すごいですね。その通りです。リアはアウトです。アウト、うん、乗りやすい。これは正常進化したチューニングだ。ありがとうございます。おー、なんかホントイエーイ。ノブインプレッション。ヤリスってね、1600cc なんですよ。 1600cc ターボでこんなに力あるのってぐらいね、初めて乗った人多分びっくりすると思いますよ。レボリューションは RC グレードでオプションの等速トランスファーを装着。駆動配分は50対50で固定される。取材前に急遽作ったというマフラーだが、なんかいい感じの音を出してます。
いい感じです。車が安定しているので、まあ、300馬力あってもやべえ動きみたいなとかやべえ感じにはならないです。出たばっかりの車をライトチューニングしました、はい、さあどうでしょう、はい、せーのドン。おお、似た感じですね。似た感じ似た感じ。あ、なんかまるっきりあの僕から3点引いたらこうなりますね。ああ、そっか、はい、このねオートクラフトのは硬すぎて、はい、なんかちょっと乗ってて不快だなっていう。ああ、硬すぎるんで、うん、足が、うん、足が、うん、僕が乗った感じだとですね、あのなんかいろいろ駆動配分変えてみたんですけど、最初はあの FR っぽい分すると、うん、なんかハンドル切ってもあんまり反応がなくて、うん、僕はもうすでにこっちに向かってるのに車はまだその曲がってこないとか、なんかあの僕といいそわあの合ってこないなっていうところがあって、うん、でそれを駆動配分をどんどんこう前寄りにしていくと、うん、あ少し良くなってきたなって思うんですけど、まだね、なんかこうしっかりオンザレールで車の楽しさができてないなっていうような感じがしたんで、うん、まあ、初めだからね、はい、今回はちょっと辛めにつけさせていただきました。70-30ってのが分かんない、うん、あれいらない気がしますね。あの70-30っていう先入観でいくと、うん、はい、32GTR の時のような、うん、スーッと滑り出してアクセル入れるとドリフトしてスーッと立ち上がるのかなと思ったら、うん、な何それ、むしろ逆で、押しちゃう感じはするかもしれないですね。そう、はい、だからあの70-30っていうのはトヨタは言うのやめた方がいい、はい、いや本当に、うん、あの 32GTR みたいなああいうこう衝撃的なガツンってくるようなのはなかったからさ、あのまさかのカウンター当てて走れるみたいなのがね、そうそうそう、ないですもんね、4駆、はいね、はい、でもやっぱりこうベースとしては、はい、ああいう車を出すことがトヨタはすごいと思う。そうですね、あのいじりしろも残してくれてますし、そうそうそう、はい、だからこれはねオートクラフトに関しては、はい、もうちょっとこう足を動かしてタイヤの設置面積を出してやったらいいんじゃないの、はい、あの次回もう一回来てほしいですね。そうそうそう、はい、レボリューションはなんかすげえなこれ完成されてるぞみたいなさ、なんかもうあのピターっとね、うん、あのハンドル切ってる方へ入っていくし、アクセル踏んでもそっちに引っ張ってくれるしって感じで、はい、僕2点引いてるのはそうグーッと入っていくんですけど、リアがちょっとペコ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 っとこう、うん、あの分とこだけ引かせてもらいました。なるなる、はい、だから俺もそこそのペコペコペコっていう、そのペコがスッとこう安定してくれると100点かなみたいな、なのででも一発目でこれはすごいと思うよ、はい、この点数はレボリューションのは、まあ、すごくポテンシャルが出すぎてるんで、うん、むしろパワーが持ってほしいと思いましたね。ああ、なるほどね、はい、いやだけどあれただのブーストアップだからね、はい、あれはすごいと思う。こっからチューニングしてったらどうなっちゃうの、うん、何よりあの、まあヤリスの僕は すごいなと思うのが 1.6 リッターですよ。3気筒で、はい、3気筒 1.6 リッターですよのターボ、うん、の割に速いですよね。速いよ。でさらにブースト上げたりとか馬力を上げていってもまだあの他の車に比べてね、うん、なかなか壊れないというか、うん、エンジンの強度もまだあるし、うん、ミッションの強度もまだあって、うん、まあ、今日の来てない車で僕がちょっと関わってるメーカーがどことは言いませんがあるんですけども、なんか化け物車すげえタイム出したらしいじゃん、つくばで。あのどこのメーカーとは言えませんけど、もう450馬力出してるんですよ。え、ノーマルエンジンでノーマルミッションで、まあ、でもいわゆるエンジンとかミッション耐久テストの今一番先駆けでやってるつもりなんですけど、壊れないんで、そういうところがヤリス今回すごいなと、うん、あの僕らみたいなカスタムしたい人がパワー上げたらすぐエンジン壊れちゃうんだよねっていうの困るじゃないですか。それ86で、そこを言っちゃダメなんですよ。なるほどね、はいはい、だからこれから GR ヤリスのチューニングがね、どん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 こう幅広く広がっていくと思いますので、はい、お楽しみに。GR ヤリスの可能性を探るべく、お次はライバル対決だ。ホットバージョンでお墨付きの先輩 AWD マシンと比較、果たしてその実力は。 MCR AMG A45S、 あの外車だから時間食うのよ、作るので、一つ一つのパーツに時間食ってんで、今やってはいるんですけど、あのままです。今マフラーですね。藤蔵さんと一緒に今やってるんで、そろそろもう発売になるので、まあいい音も出せるしいいかなとは思ってるんですけど、どのぐらいこの状態で出るのかっていうのをちょっと一回見てみたいっていうのもあるので楽しみです。
さあ続いて MCR の A45 です。これはもう世界基準だと思いますよ。これはもうどこ走っても速い。だからこれがまあ四駆としてのベースになるでしょうね。行ってみたいと思います。 DK インプレッション。あ、出口アンダーだな。重いんだろうな。よく曲がる。気持ちいい。ブレーキいいな。気持ちいいな。ブレーキすげー安心できる。アンダーで押してっちゃうね。タイムは1分3秒7。いやこれも十分速いです。街乗り仕様だね。結構ロールが大きいし、サーキット走るにはもうちょっと足固めないとダメだけど、乗りやすい。ほんと乗りやすいよ。怖いところがどこにもないもんね、はい、さあメルセデス A45 です。僕も毎回これ持ってますから、ちょっとね気合は入りますが、正直サーキット走ったことがございません街乗りしか。まあでもねいい車なんで、僕もこの車のポテンシャルが楽しみです。この自動車メーカーが売ってる2リッターターボの中で最強のあのパワーを誇ってます。そのパワーなんと421馬力。ただねあれなんですよね、今日来てる中で言うとですね、車重が重たい。1650キロぐらいあるらしいんで、この車格でそれはちょっと不利ですけども、この421馬力を、フルにね路面に伝えるフォーマティックというね、四駆システムがあるので、さあ何秒出るでしょうか。ノブインプレッション。めちゃくちゃレスポンスがいいから、低回転からパワーが出てくるからギアが高めでいける。もう踏んだらすぐパワーバンド。今の最終コーナーもいい感じにちょっとねリアがズズッとこうなってくれて、なんかね気持ちいい。めちゃくちゃ安定してて何も起こらないっすだから簡単に3秒台ぐらい出ますね。ただちょっとねこのタイヤはノーマルじゃないんですけど、これのせいなのか空気圧のせいなのか、ちょっとこうタイヤが倒れ込んだ状態から押し上げてくれなくて、そこがずっとこうタイヤ待ちな状態で、車の足じゃなくてタイヤ待ちな状態で曲がってこなくて、今内圧もちょっと上げてくれって言ったんですけど、その
各コーナーでね、ターンインして一番旋回 G のかかるところで、もうちょっとフロントのポテンシャルが、タイヤのポテンシャルがね、ゴムグリップというよりはこの構造をグリップのポテンシャルがあればもっとタイム出るなって感じでしたけど、ちょっと構造が今この車に合ってないのか、空気圧が合ってなかったのかですね。冷感今170ぐらい出した僕。スタート、うん、スタートネーム土屋さんが乗っかってたんで、うん、でスタートはフロントは18、うん、18で今1920で今19で帰ってたんで、うん、で足りない感じでした。シムスレーシング WRX STI。あの制御系でもうちょっとセッティングを詰め直して、まあ、性能を向上してきたっていうのがまず第一ですね。モーテックで今回トライして、で、まあ、馬力も、まあ、トークもアップしたっていうか、軍載とはちょっと条件が違うんで、あの筑波サーキットに合わせたバネレートに変更してきてます。まあかなりの強敵ですよね。なんとかあのリベンジしたいなとは思ってますけど、それ以外にもヤリスとかいますんで、かなりあの強敵揃いなんで、ちょっとあのなんとか頑張っていきたいなと思います。DK インプレッション。トルクあるな。嘘でしょ。はい、ブレーキよく効く。370馬力、トルク60キロを発生するマシンだ。早いね。これもいい車だな。タイムは1分2秒377をマーク。結構ねレベルの高いチューニングだね。レベルの高いチューニングか。あの怖いところがないで、足回りも割と硬いんだけどしっとりしてるし跳ねないし、あの怖いところがないから安心してこう飛び込んでいけるって感じ。ブレーキも効きがすごくこう安心できる効き方してるんで、割と奥まで突っ込んでアンダー出してるようなそんな感じ。だからもう本当こう乗りやすい車だね。おお、デフがバリバリ効いてる感じがする。このステアリングを切った時にね、デフが効いてる重さをがステアリングすごく効きますね。ノブインプレッション。おお、なんかすごくね、なんだこれ、ちょっと異質な感じだな。乗り慣れればなんてことないんだろうけど、ものすごく外側のタイヤの向きで曲がる感じがするな。なんかカーブは頑張るけど直進安定性はありませんぜみたいな匂いがしてます。なんかの動画あんま聞かないな。
でもね、すごくね、レスポンスがいいから走るのは極めたくなるね。なるほど、ちょっと奥が深そうな味わいがあるって感じか。さあ、タイムは速っ。結構ね、動きがシャープっていうかピーキーというか、もうステアリング切ったらスッとこう動くから、エンジンレスポンスもうわってくるし、敏感系の車ですね。僕が欲しいのがコーナー入ってこう切り増ししたところがもうちょっと入ってくるともっと楽しいけど、でも全体的にはすごくよく走る車ですね。とここでデボリューションが秘密兵器を投入、ポテンザ RE12D を装着。ドライバーもヤリス使い佐々木を投入。 12D タイプ A でですね、できれば1分切りたいけどどうかなっていう感じです。頑張ります。この時期のつくばはタイムが出やすいものの、前日にドリフトイベントがあったため路面はグリップが安定しない状況。タイヤは中古の 12D を削って装着。さあどうか。1分は切れず、いやでも十分早いっす。つくば5ラップスバトル。さあ、この A4 号ですけれども、この中で唯一のノーマルです。他の車はね、超カスタムしてますから、まあ多分勝てませんけど頑張ります。はい、 1600cc のヤリスで、2リッターの、このターボの速い車たちをやっつけたいと思います。ヤリス使いの僕に期待してください。さあ始まります、世界基準の A45 をやっつける4駆対決。 GR ヤリスか WRX か行ってみたいと思います。頑張れよ。重いんだよね、1490キロ。でも A45 の方が重いんだよね、1650キロ。ヤリスは軽いんだよね。さあ2021年、初っ端のバトルはどのマシンが制するのか。 AWD バトルスタート。ノブがいいスタートを決める。おっと、ドリドリは直ドリか。スタートリプレイはノブから。さすがオーナー、ローンチコントロール作動。こっちはクラッチが滑ったか、いや大丈夫かが、しかし、うわ、なんだこれ。おお、土屋さん滑ってる。ローンチでナイススタート。各社タイヤはちょい冷え気味。おっしゃ、よく回る。
後ろの2台がちょっと滑っているうちに逃げ切りたいノブ A45。 低回転からナイス立ち上がり。でも追いつかれてきてる。ヤリス余裕だね。やべ、ストレートが追いつかないな。でもコーナー絶対こっちの方が早い。佐々木選手は GR ヤリスで2020年スーパー耐久シリーズチャンピオンを獲得。だから手は抜かない。猛プッシュでドリドリに迫る。ちょっと加速でやられる。 A45 出口がアンダーだね。鼻息も荒いっす。ベタ付け、車重の差が。こっちも鼻息高めっす。さあ息の荒い2台が来た。いった、かっこいい。あんまりにもかっこいいからリプレイチェック。抜いてからカウンター。おう、負ける。もう直線は一番速いかも。さあ佐々木選手が来た。どうか。お、滑る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 。新年から超迫力バトルを展開。ヤリスはやっぱりすごいぞ。ヤリス速え。A45 はやはり車重が厳しいか。少しずつ差が広がる。一方、軽さを武器にするのが GR ヤリス。ブレーキングで詰める。うわ、ベタ付けだ。2リッターのトルクで逃げれるようなもんだけど、コーナーめっちゃ速いヤリス。来た来た来た。最終も速い。バトルは残り2周。さあどうか。はい。なんと一夜でインカラ。マジか。並んだで抜いた。ちびっこギャング早い。いや 1.6 リッターターボとは思えないよ。これ2リッターターボなんだけど。冗談でしょ。早い。コーナー早い。ヤリスめっちゃ速いぞ。コーナードリドリも離されていないか。いや、ここで差がつく。いやー、ちびっこギャング早い。びっくりだ。
本当に 1.6 リッターかよあれ。とんでもなく速いぞ。ここが押してっちゃうな、重い。 GR ヤリス恐るべし、バトルデビューウィンを決めた。ヤリスの軽いところとトラクションの良さ、旋回性の良さ見せれたと思います。さあどうやら GR ヤリスは速いらしい。早かったですね。もうなんかさ、この企画は GR ヤリスのためにやってるもんだな。そうですね、まあちょっと実際このレボリューション号が今ちょっとすごく速いのは間違いないんですけども、これやりすぎじゃないの。まあでもやってる内容はそんなにやってないんですよね。あ、そうやってないよね、まあ、実は足がまだ出てなくて、でレボリューションではスープラの足を改造してつけてるっていう、まだまだですね、手探り状態の車なんで。それにしたら乗り心地良かったよ、はい、本当ですか、うん、全然なんか普通に乗れたよ、うん、これじゃあ全然なんかライトチューンじゃん。ショップがいろいろと、ね、ノウハウを詰め込んでるんでしょうけど、うん、やってる内容自体は、うん、そんな金かかってない。そんなにガチャガチャにいじってるわけじゃないですかね。これ結構金かかってるよ、ダブルRX。これはもうだいぶガチャガチャにやってるんですかね。これベースでいくらなの、うん、値段は900数十万円ですね。まあそれよりは安いわな、ダブルRX買ってここまでバリバリにチューニングしても、はい、それよりもさらに安いわな。340万円ですからね。確かに、はい、一番安いグレードだもんね、はい、一番安い。だって340万で、はい、足とブーストアップでしょ、はい、あとデフも入ってます。あ、デフね、はいはい、なんかさ、はい、こうなんか俺らってどこのコーナーも全く相手にされてなかったよね。まあやっぱ軽いは偉いなって思うところと、うん、軽いは偉いんですけど、でも3キット 1600cc ターボで、うん、あんだけ走るってのはすごいですよね。いやだって俺直線でぶっちぎれると思ったもん、2リッターターボで。実際直線は苦しかったでしょ。苦しかったんですけど、うん、コーナリングが早いんで、うん、そんなに苦しくない感じがあって、パワーの負けてる部分を補ってるよね。そうですね、軽さとコーナリングで、はい、うん、だからどこでも飛び込みで来るもん、はい、ね、その1コーナーだろうが1部屋だろうが、うん、最終コーナーだろうが、うん、なんかもう途中でやめてやろうかな、ちょっとどこでも来るから思いました僕もね、2人にそう思いました後発で出してきてて、うん、やっぱり先発でいる車を超えられないようじゃダメじゃないですか、うん、なので今新しく出てきて、うん、トヨタがこういう車を出してきてくれたことは、うん、我々にとっては非常に嬉しいことですよ ね、 ね、はい、ということでヤリスはすごかった。以上